わった。伊勢さんですか。面白いのに名前だけ有名なんだよ。予定がやってた。80何歳のおばあちゃんだよ。うん。さんって。おくとめさんから去年に続いてですね。八海山。今度は八海山。新潟のお酒です。新潟ですか。はい、新潟のお酒だそうです。差し入れありましたんで大事に飲んでください。これ誰辻井さん。ね、ここにいる方は若いですよね。でもね、とうとう60になってくれたんだ。だから大歓迎ですよってことね、今言ったんですが、50代の時からね、奥さんと2人で仲良く例のチローレンというね、茅ヶ崎老人連合クラブの年1回のバス旅行なんですよ、日帰りの。あれにね、もう2年連続でね、参加されまして、シニアクラブに入る準備をしてくれてる方なんで、で今日はですね、この赤霧島っていう珍しいお酒ね、これ、差し入れありました。はい、これはね、言っときますけどね、はい、珍しい。赤霧島って有名な鴨焼酎。ああ、鹿児島の。鹿児島だからね。